大きいなの趣味全開。はい、おはようございます。どうも大きいなでございます。おはこんばんにちは、現在、8時ちょい過ぎですかね、まあ、15分ぐらいですかね。暑いです。とりあえずですね、昨日レコーディングをやって、夜中にですね、今現在朝6時起きでここに来ております。はい、今三好サービスエリアですね、で今日は、ちょっと涼しいとこ行ってきます。ではでは行ってきます。はい、どうも、ただいま横川サービスエリアまで来ました。横川サービスエリアですね。はい、というわけでちょっと見せますね。です。はい、というわけでございまして、今ね、あの軽井沢に向けてちょっと走らせています。今回行くところは、鬼押出し園というところですね。これもまた岩に関係するところなんで、またマニアックな動画になるとは思うんですけど、はい、江戸時代の時に、ね、大噴火した、浅間山の、溶岩がたくさん出たところです。はい、こちらちょっと見に行こうかなと思って今車を走らせています。いや、でもちょっと遠いですね。はい、もう走ってかれこれ3時間近く経ってようやくここまで来ました。まあ、渋滞もあったりとかで あれだったんですけど、とりあえず、向かいますのでよろしくお願いします。ではでは。はい、というわけでございまして、今回は軽井沢の方に向かっております。すごいいい天気で最高でしたね。まあ、とりあえずですね、暑い、本当に暑かった。まあ、とりあえずですね、あの上の方に来たらね、涼しいのかなと思ったんですけどね、全然でしたね。まあ、ご覧ください。まあ、こんな感じでね、新緑ね、すごいところを通ってきます。はい、というわけで、そろそろご到着です。はい、どうも、沖縄でございます。ようやく着きました、浅間山でございますね。そして、こちら、鬼押出し公園がこちらにございます。行ってみたいと思います。ではでは。はい、今回の旅の目的地は鬼押出し園ですね。公園じゃないです、すいません。というわけでございまして、天明の大噴火で作られたこのマグマの塊を見に来ました。はい、鬼押出し園というところに来ました。こちらですね、浅間山ですね。こちらが江戸時代に噴火した時にできた溶岩でできております。いわゆる火成岩と言われるやつでございますね。はい、ここね、すごく来たかったんです。いやー、すごいですね。ここ一応ジオパークになってまして、とてもね、雄大な自然が楽しめるというところでございます。いやー、でもちょっとかかったな、4時間ぐらいかな。いや、ちょっとかかっちゃいましたけど、まあでも来てよかったです。ではでは。はい、というわけでございまして、こちら案内図となります。すごい入り組んでる。はい、というわけで腹が減ったら戦はできぬということで、そばをいただきました。いやー、とてもねシンプルでとっても美味しいおそばでしたよ。はい、ご飯も食べたということで、行きたいなと思います。はい、ここ寺院がありまして、はいですね、寛永寺って書いてあります。それの、これカラモンじゃねえよな。うん、なるほど。はい、ご覧の通りですね、ジョン・レノンご夫妻がこちら来ているそうですよ。うわー、すごいですね。これはすごい溶岩だ、やばい。はいですね、ゲーム部門じゃねえの、火星岩だからあれか、安全だよ。すごいですね。いやいや、これはすごい。これがね、江戸時代に噴火した最後の噴火の時にこうドロッと出てきたらしいんですよ。7日でしたっけね、何年だったか忘れちゃったけど、詳しくは後で、やりたいと思いますが、コメントでお送りしたいと思います。いや、これはすごい。
しかもね、ちょっと涼しいです、今。いいですね、風が吹いてきちゃったな。これ残せるかな。まあコメント中心になるとは思うんで、一つ許してください。はい、というわけでここからは、コメントでいかさせていただきます。この鬼押し出し園はですね、西暦1783年8月5日にですね、爆発した、まあ、最後の噴火だったんですけども、あの浅間山の大噴火で起こった、天明の大噴火でできた場所でございます。これのねできた経緯は実はよく分かってないんですよ。っていうのもちょっと赤い成分が多いと思うんですが、これって空気に触れてないと起きないんですよね。ただこれドロッと出てきた割にはこんなに赤くなるってことはほとんどないと言われてます。なので、どういう状態でこれができたのかっていうのは未だに謎なんですね。まあとりあえずですね、皆さんこの謎大きいこの鬼押し出し園ですね、ぜひ、遊びに来ていただければなんて思っちゃったりするんですけどね。まあ俺本当に感動しました。素敵でした。はい、というわけでございまして、今回火山について語っちゃおうかなと思ってます。なんとですね、噴火様式っていうのがありまして、実は3種類ありまして、マグマ噴火と言われてるこのハワイ式というやつは皆さんよく知ってますよね。私ちょっと図書きました。あのハワイでよく見るドロッとした溶岩が流れるあれです。はい、続きましてブルカノ式噴火、こちらはですね、ハワイ式にプラスしてですね、火山灰や火山弾が、吹き出てくるという噴火でございます。あの桜島が有名ですよね。はい、次はストロンボリ式噴火、というわけでございまして、こちらはですね、あの富士山とか祖山とかが有名ですよね。まあザ火山です。積もってね、ああいう綺麗な山体になります。はい、次はプリニー式噴火、これは破局的な噴火と呼ばれています。最近では福徳岡ノ場とかですね、皆さんよく知ってますよね。あそこで起こった大噴火、まあいわゆるもんドカーンという感じですね。はい、これを踏まえてですね、天明の大噴火の解説をしたいと思います。はい、噴火開始直後はですね、なんとプリニー式噴火なんですよ。まあこれ最後の大噴火の時ですけどもね。はい、これで、火砕流が起こってしまいます。はい、そしてですね、第2段階、ストロンボリ式、噴火ですね、こちらが起こることになります。これで鬼押し出し炎ができるということになりますね。あの溶岩出てきます。はい、そして第3段階、この鬼押し出し炎の真下、こちらの方にですね、まあ、水蒸気爆発痕があるんで、おそらくここで雪崩が起きたと考えられています。はい、それで現在の浅間山でございます。はい、まあというわけで、鬼押し出し園の下は、なだらかな丘陵になってるんですけども、実はこれ雪崩で、埋まったところだと考えられております。はい、らしいです。やばい、これは綺麗ですね。素晴らしいですね。いい感じ、すごい。やっぱ苔とかめちゃめちゃあるんですけど、上手やですね。はい、すごいですね。水盤シャツやな。後で調べてみます。水車ですよ。Thank you.
参拝させていただきました。はい、というわけでございまして、境内のところから見るとですね、ご覧ください、ほらもうやばいですよね、本当に綺麗だった。ねえ、できた経緯はちょっとあれなんですけども、本当に美しいところでございます。皆さんもね、ぜひここね、一度来ていただいた方がいいかななんて思う、あ、玉ねぎですねというわけでございましてですね、はい、ぜひぜひ、皆さん遊びに行った方がいいですよ、ここ。いやー、なんかね、すごい、さすがジオパーク、本当にね、自然いっぱいで素敵なところです。ちなみにですね、こちら北側の方になりますね、長野側の方になるのかな、とりあえずですね、浅間山もね、すごい美しい山ですし、鬼押出し園もね、こうやって一望できるので、ぜひぜひね、皆さん遊びに来てみてください。いや、本当にね、僕はちょっと心洗われました本当にね、来てよかったなって普通に素直に思いましたよ。本当にね、素晴らしい、よかった。造山岩です。これはやばい、すごいな。素晴らしい。はい、というわけでございまして、鬼押し出し、園ですね、鬼押し出し園です鬼押し出し園、なかなかうまく言えないな。とりあえずですね、ここどうだったでしょうか。今日はちょっと私の個人的なね、楽しみで来ましたけども、もうちょっと痛かったんですけど、ご覧の通り、山の上なんでね、そろそろ雷鳴るかなみたいな感じがしてるので、ちょっと早めに引き上げたいと思います。ありがとうございました。アディオス。ぶつかってたりとかもするしな、俺ぶつけた覚えないんだけどな。まあとりあえずタイヤ交換するしかないね。いや、また出費が、いや、きつ、ほんとね。見てください、このひび割れ。前回ね、三浦海岸これで行っちゃってたんですよ、怖。はい、タイヤ新しくなりました。ちょっと高かったっすけどね。32,000円、さよなら。待たせたな、次からまた出かけるぜ。